ハヤトマッハプロレスワールドへようこそ。本日は1987年1月30日兵庫県立体育館クラッシャーバンバンビガロ初来日、猪木組を圧倒、噂通りの大物だったについて触れてまいります。初来日のバンバンビガロ、来日初戦でいきなり猪木組と激突です。パートナーのトニー・セントクレア、9番アサシンはほとんど試合には出ず、ほぼクラッシャーバンバンビガロの一人舞台でした。ビガロは猪木、腰中、武藤を代わる代わるいたぶり続けます。最後は勢い余って腰中をフェンスの外へと放り投げましたが、噂にたがわぬ大物であることは証明されました。最終戦2月5日、両国国技館ではアントニオ猪木と一騎打ちです。